皆さんこんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回はね、チャンピオンジョッキースペシャル実況を始めていきたいと思います。現在5月2週、44勝しております。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。2013年ね、言い忘れましたね、ごめんなさいね。はい、今日もね、ゆっくりまったりいきます。今日はね、炭酸水をね、いただいております。まあそれでね、有馬記念の方はね、終わりましたけど、皆さんどうでしたかね。今週はね、まだありますよ。まだ JRAG1 もね、ホープルステークスがあるんですけど、土曜日らしいですね。皆さん間違わないようにしてくださいね。土曜日らしいです。それで日曜日に東京大賞典があるということらしいですね。僕はてっきりだからね、29日にホープルステークスがあって、30日に東京大賞典があると思ってたんですけどね、違うみたいですね。はい、勘違いしてる方もね、多いと思うんでね、気をつけてください。まあ、それでね、ちょっとお手間のね、自走について考えてました。まずね、オルフェーブルね。はい、僕はアンチオルフェーブルだったんですね。ブログ見直したらね、アンチオルフェーブルって自分で言ってましたね。オルフェーブルで馬券取らせてもらったことないんだよね、俺、本当に。すごい相性の悪い馬でね。だからあんまり好きではないんですよ。凱旋門賞もね、正直応援してなかったんですよ、僕。実は応援してなかったんだよね。さて、ちょっと状態の方が悪いのかな。まあ、これね、実装フォア賞になってるじゃないですか。さっきね、キングジョージにね、実装提案したんですけど、断られたんですよね。これは、何回やっても断られるのかな。まあ、もう一回やりますね。はい。お願いします。2回目ですよ。あ、承諾してくれました。2回目で承諾してくれるときあるんや。ね、しつこく行くもんやね。やっぱ人生しつこくっていうのはね、すごい重要かもしれませんね。はい。まあ、それでね、コメントでね、まあ、勝ち合うじゃないですか。ロゴタイプとね、ジャスタウェイ。ジャスタウェイを海外行かせてって言ってたっけ。ロゴタイプを安田記念。どっちでしたっけ。まあ、現状ね、ジャスタウェイの方が能力高いので、ごめんなさいね。ジャスタウェイの方がね、能力高いんでね。まあ、この馬を海外に連れて行こうかなと。まあ、安田記念走らせたいっていう気持ちもあるんですけどね。まあ、海外で通用するのはね、やっぱりジャスタウェイの方かなと。まあ、ジャスタウェイ 2000m も行けるんで、まあ、2000m の大きいレースありますよね。それ狙いましょうか。ね、プリンス・オブ・ウェールズ・ステークスあたり狙いに行きましょうよ。マイルよりこっちの方がなんか、レベル高いと思うんですけど、面白いかなっていう。プリンス・オブ・ウェールズ行きましょう。ドライですか？おう、オッケー。まあ、それでね、まあ、ロゴタイプを安田記念にして、これ、了承してくれるかちょっとわからないんですけど、了承してくれるよね。はい、お願いします。やっぱりこんなマイラーだからね。あ、2000でもね。あ、OK ですか。よし。まあ、これでダービーのね、乗る馬がなくなったんですけど、急遽乗る馬がね、いてくれたらいいんですけどね。はい。まあ、それで行きましょうか。今週はね、ビクトリアマイルだと思うんですけど、おそらく、ビルシーナ乗れるんじゃないかなと。まあ、ストレートガールより現状、ビルシーナの方がね、能力あると思うんで、まあ、海外人もありますね。万能オーセークス。まあ、腕試し何か乗りましょうか。78位ぐらいではね、強しないような感じもしますけどね。シンガリッキですか。まあ、オース一気の方がいいですね。オース一気久々に乗りましょうか。ボーントゥシー乗りましょう。はい。あ、何やってんだ。まあ、それでね、もちろん東京乗りに行きますね。乗り蔵少ないんですけど、まあ乗りましょう。ビルシーナがね、一番能力あると思うんですけどね。はい。まあ、ビルシーナ最近乗ってないんですかね。成績ね。あ、ドバイターフでね、勝ってるんですよね。まだ能力はね、全然衰えてないので、乗ります。負けられない一戦ですね。一番人気かもしれませんね。はい。
うん、もぐもぐパクパクあたり懐かしいね。これ何の子供だったっけ、おやじさんなんだっけな、ちょっとテロップ出しておきますね。はい、懐かしいわ、もぐもぐパクパク、名前で覚えてるわ。まあそれ土曜日ね、あ、キューファーありますね。うん、白山ムーンとサザンパテックと、あ、サザンパテックもね、まあ安田記念出るんでしょうけど、まあ乗り換わりになるので白山ムーン乗りましょうかね。白山ムーン高松宮記念でね、勝ったかと思いきや刺されたんですよね、ロードカーなのにね。白山ムーン乗ります。はい、楽しみですね。うん、アール・デュラン、まあ、この辺りは知らないですね。右回り×これは、まあ、東京だから関係ないかね。うん、まあただアビリティもないので、まあ、糸くくり乗りましょうかね。ちょっと能力足りないような感じするけどね。トロワ・ボヌール、まあ、オス1機あるんで乗りましょうね。はい、ちょっと乗り蔵がね少ないんで、なんかね、サンドリアーのあたりはどうですか。あ、これは早熟っぽかったんだ。K.I. レオーネ、ちょっとこのあたり寂しいのでね、強奪しましょうかね。はい、最近なんか G1 以外でね勝ち蔵稼げてないので、ちょっと勝ち蔵をね、まあ、クローメン見せながらね稼いでいきたいなっていう。勝てそうな馬はね、なんかいませんか。うん、サンシャイン、あ、これいいですね、乗りましょう。はい、アドバンスウェイ、うん、接戦バスか。マイネルメダリストあたりもね、将来そこそこ走ってくる馬ですよね。うん、まあ、これもちょっと強打しましょう。はい、うん、どんどん乗せてくれるね。うん、トップジョッキーだからね、俺はね。あ、ダービーフィズいるじゃないですか。ダービーフィズ乗りましょうよ。うん、乗ります。うん、ちょっと、乗り蔵多くなる。エビナジョッキーね、しかめっ面でプンプンしてると思いますけどね。うん、行きましょう。レース2、レッツゴー。さて、マンノーステークス。5番2機、シンガリッキー、一瞬抜け、オース1機。うん、まあ、これオース1機狙いましょうね。うん、まだ受賞もしてないんですね。レース来ました。あ、ちょっと出走表ね。1番人気、ザ・フューグ。2番人気、ムカドラム。まあ、マンノーステークスって結構ね、アメリカの芝レースで大きなレースなんですけど、まあ、ちょっとライバルは分からない。まあ、オース1機狙いたいなと。あ、追い込みだからね。追い込みだからどうしようかな。追い込んだらね、前行かせたら、ちょっとどうかなと思うんですよね。まあ、行きましょうか、思い切ってね。はい。うん、内枠だね。あ、出遅れてしまいました。まいって、これ後ろから行くしかないね。ね。うん、この辺りはね、うん。難しいところですね。まあ、アメリカの競馬小回りですからね。リスグラシュはすごかったね。リスグラシュの小回り適性っていうのはねえ、かなりのものがあるんじゃないですかね。もうねえ、オーストラリアのレースがすごかったですよね。外枠からね、斜めのコーナーでスタート地点があるんでね、斜めすごい外枠不利なんですよね。そこからなんかねえ、外をぶん回しで勝ち切りましたもんね。ちょっと行きましょうか、もうそろそろね。はい、オーストね、オースト1機あるんで、うん、行きましょうね。はい、オース1機あるからね。いけいけいけ、手応えはあるよ、手応えはあるよ、手応えは残ってるよ、まだスタミナあるよ。いけ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 、おお、来たね。オース、オースじゃなかったけど、オースの1機出たね。いけいけ、さあ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 、一瞬抜けてきたね。ってわけで、もう一回手をかけて、よし、やりました。勝ったでしょ。やりました。なかなかいい騎乗ができましたね。オース1機、オースじゃなくても出るんやね。ね、あ、ちょっとね、ハイタッチしたかったんだけど、久々になんかいいレースができたなっていう。これはね、やっぱりアビリティによる勝利でしょうね。アビリティだったっけ、スキルだったっけ、どっちだったっけ。
ね、こういうのがだからね、あの G1 ジョッキーとかだったらできないんだろうね、うん、チャンピオンジョッキーならではの勝利と言えるんじゃないでしょうか、うん、さてダービーフェイズ一番人気、ね、これはね落とせませんよね、一瞬抜きで4枠戦闘瞬間の反応と、うん、まあ、ちょっと一旦来ますね、これね。最近調子悪いのでね。はい。さて、行きましょう。ダービーフィズ一番人気。一種の軽音楽戦闘瞬間の反応と。まあ、ライバルはね、どうですかね。まあ、カクーバーですよね。二番人気、フォーラーバクセン。うん。まあ、カクーバーだと思うので、ここはね、負けられない一戦ですよね。四角戦と取れれば、取りたいなって、まあ、瞬間の反応で狙いに行きましょうね、はい、瞬間の反応一瞬抜きでと、はい、よし。最近ね YouTube の方でね、あの過去のね、あれスーパー競馬っていうのか、関東の方の関東の方のテレビ番組や、昔のテレビ番組ね、競馬番組富士のね、それをねなんかおすすめに出てきてね見てたんですけど、懐かしいね、ね、本当に懐かしいっていうか、俺関西人だからね、あの関東のね、あの番組あまり知らないんですけど、モーカー慶次郎さんとかね、本当に、うん、懐かしいわ思い出しますね、昔をね。だからね、成田ブライアンがさ、負けた、スターマンに負けたね、京都大賞典とかね、京都大賞典じゃないわ、京都新聞杯とかね、うん、フィッシュアマゾンのね、あのローズステークスとかね、見てたんですけどね、え、やっぱり今思えばやっぱりさ、テレビ番組のテロップとかもね、すごい古臭いし、間違えた、ちょっと間違えましたよ、やばいですよこれちょっと前のもがね、手応え抜群でね、これやばいかもしれない、いけるいけるいける、まだいける、ちょっと見せました、手間かいて、うん、一瞬抜けてきたね、手前で、うん、ちょっと内で抜けられた、うん、ちょっとね、話にあの気がそられてね、瞬間の反応出たら勝てたかなと思うんですけど、でも内でね、抜けられましたね、うん、ちょっと岩田ジョッキーのね、陰好きにやられましたね、はい、懐かしいななんて言ってる場合じゃねえなね、前を向かないといけないっていうね、2020年なんかすごいね、変化の年らしいんでね、前を向いていかないとね、置いてくぼり食らうっていうなんか言ってたけどね、うん、さて、サンサミ勝利、うん、ダート 1500m トロワーボヌール3番人気で、まあ、これもオーストリキあるんでね、うん、まあ、うん、一瞬の気にもあるしね、これ勝たないといけませんね、はい、まあ、1番人気がエチゴサイクロン、エチゴサイクロン、2番人気がアレゲニービロード、よし行きましょう。まあね、あのアメリカのレースみたいなレースがね、できればチャンスあるでしょう、うん、これは久々に勝ちたい、 JRA で全然勝ってないからね最近ね、まあ、これ比較的前行ってもいいんじゃないかなっていうね、はい、まあ、外をね意識しながらね、はい、うん、まあこの位置でいいのかなっていうね、うん、行きましょうね、もう外ね、分増しですけど、うん、苦しいねこれね、いけいけいけ、なんとか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 、苦しい苦しい、手こいで、苦しいこら苦しい、一瞬抜きで、ね、んとか粘ってくれ粘ってくれダメだ、勝てない、うーん、かなり下手くそになってますね、久々なんで、うーん、ちょっとね、3番人気で8着、やっぱりね、あの位置取りっていうのは重要ですからね、うん、短距離のね、あの、お外一気の裏技っていうかさ、あの、テクニックを出すの難しい感じがしますね。ね、中距離ぐらいだったら簡単にできるんだけど、
さて糸くくり15番人気と人気ないね、節制丸と、まあ、これ思い切って逃がしましょう。はい、うん、全然勝てませんね。はい、うん、もう集中しましょうね、ゲームにね。はい、僕の悪い癖ですね、うん、しっかり乗ります。これもね、接戦丸ですからね、接戦に持っていきたい。これね、内を開けてはいけませんからね。逃げるスピードもないんですよね、逃げ馬なのに。まあ、これ着を拾うね、乗り方の方がいいかもしれませんね。勝ちをなんか意識するようにね、うん、勝ちを意識する乗り方はしない方がいいかもしれないね。はい、まあ、こうできるだけ貯めて行くしかないね。よし、粘ってくれ粘ってくれ。まあ、この辺りもね、5番追いだったらね、スタミナ削られるからね。はい、粘ってくれ粘ってくれってわけで、うん、ちょっとこれは苦しい。まあ、これはね、あの風車道したらかわいそうだ。うん、うん、難しいですね。はい、うん、ベッタかな。あ、ベッタですね。はい、うん、申し訳ない。さて、マイネルメダリスト。これはやっぱり一番人気だからね。勝たないといけませんけど、ちょっと、本当にね、スランプというか、ね、最近は全然条件戦とか、ね、平場のレースで勝ってないので、一番人気ですね。ね、二番人気が、ティーノ・ダイタロス。サマジキ、アイス・フォーリツ。アイス・フォーリツは強いですよ。オークスでね、構想する馬ですよね。まあ、強敵はそこそこいるんでね。まあ、瞬間の反応4区先頭ですね。スタミナのある馬でしたよね、この馬ね。はい。まあ、4区先頭ね。東京競馬場だからね。これ先行馬なんで、まあ、内をね、回っていきましょう。まあ、いい位置キープしてね。うん。まあ、4で安定と。これ、最内入りましょうかね。はい。まあ、折り合いつけてね。馬に前を置くことによって折り合いをつけるってね。あ、問題はね、馬に前、馬を前に置けなかったんで、折り合いつかなかったっていうことをね、言ってましたよね、有馬記念ね。うん。うん、そうそう、ギア上げていきましょうか。まあ、スタミナのある馬ですからね、うちにこだわる必要はないんだけどね、ちょっと、まあ、でもうちね、行きましょうよ。うち開くんじゃないかなっていう。うん。まあ、これね、うち開きませんかね。開いてほしいんだけどね。ごめんなさい。うん、行きましょう。うん、うちで詰まってますよ。うちで詰まってますよ。なんか、2番手の馬もうちを狙ってるっぽいね。うん、ちょっと外に入られてしまう。これね、ちょっと、真ん中いたね、真ん中いた。よし、オッケーオッケー。いけいけいけ。ちょっと、うちは空いてるんだけど、伸びないよ。伸びないよ、なんで？なんで？いけいけ！さて、手を入れ。一瞬抜きでグラス。一瞬抜きで手を入れ。来ないで。あって。伸びない。いいよ、回って、溜めてたはずなんですけど、弾けませんでした。うん、ハミレベルを上げすぎてたからですかね。どうですかね。うん。馬に揉まれるのが嫌な馬なのかな。ちょっとわかりません。はい。うん、ハクサムーですね。これは一番人気ですよ。千人はちょっとね、長いんですよね。千人までの馬ですね。はい。サランパテックあたりがね、刺してくると思うんですよね。スノードラゴンね。うん。まあ、スタートダッシュで、ね、大逃げして、まあ、どこまで粘るかというところですよね。はい、行きましょう。うん。よし。まあ、思い切っていきましょうね。まあ、スタートだけは誰にも負けませんよ。うん。
まあいいよね、こすっからく回りましょうね、まあ、後ろもね確認しながら、うん、ここで800なんですね。行きましょうか。うん、来てますね。もうちょっとねリードを保ちたかったんですけど、よし、粘ってくれ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 、スピードあるよスピードあるよ、手をかけて粘ってくれ、スピード粘ってくれ、へっぴり腰だけどへっぴり腰だけど勝ちました、やりました。うん、専用では走れますね。ね、見事な逃走劇。ちょっと追い打ちの方がね、あのへっぴり腰になってますね。はい、うん、やりました、レコードタイム。うん、まあ、ちょっとゆっくりだったですかね。どうですかね、専用だからね、そんな飛ばしていきませんでしたけど。さて一旦切りますね。さて日曜日ですね、サンシャイン一番人気と、お、一番人気ですね、一瞬抜けて4区戦と、まあ、このままね、まあ、そこそこ走った馬ですよね。うん、牝馬ですよね。うん。ライバルを見ていきましょう。まあ、4.0 倍なんですけどね。そんな抜けた人気ではないと。2番人気、アリコマシップ。アリコマシップか。3番人気、ワサッチ宝石。よし。レース。まあ、4角戦と取りたいですけどね。まあ、差し馬なんでね。ちょっと位置取りは、まあ、ちょっと後ろに下げますね。はい。下げまーす。まあ、4区戦闘ね、東京競馬場でね、差し馬が取れるかって言ったら難しいですよね。うん、なかなかそういうね展開にはならないと思いますね。うん、まあ、ちょっとね3番枠ですけど外回ってますまた例のごとくね。この辺りね、馬場が打ち伸びる馬場とかね、外伸びる馬場とかね、あの見た目で分かればいいですよね。そういう技術はね、十分あると思うんですけどね。うん、ダービー馬を作ろう見たらね、ありそうな感じがするので、うん、この辺り離されたらダメですね。うん、4か戦闘取れないなって、一瞬の起点に期待しましょう。はい、打ち締めてね、打ち締めましょうね。あ、この辺りためよう。抜け、一瞬抜きで来い、一瞬抜きで来い、ちょっと前に出るか、ちょっといけいけいけ、一瞬抜きで来い、一瞬抜きで来い、よし来た、手前で、もう一回手前で、よし、いい乗り方ができました。なんとかしのぎました。うん、うん、首下ですからね、勝ったのは嬉しいですよね。はい、さて敬愛レオネ2番人気だ。結構人気の馬がねやっぱり多いですね。まあ、これはオーストイッキーね、青龍ステークスか、3歳馬のレースだよね。一瞬抜きで4角戦等と、うん、うん、まあ、これはオーストイッキー狙いましょうね。はい、1番人気コパノリッキー、強えよコパのリッキーには勝てないかもしれませんね。行きましょうか。レース。まあ、これはオースイッキー使いたいですよね。まあ、これも差しの位置からね、行きましょう。ああ、コパのリッキー早いね。まあね。一発のリッキー前行く馬だからね、マークはできないしね、ちょっと厳しいですかね。うん、集中して集中して、ヘルメットの裏には無我夢中、イージーボーイイージーボーイ久々に行きましょう。この後普通追いとかもね使わないといけないんで、普通追いできないんで
もいけいけ。来た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 、一気に支え、一気に支え、一気に支え、いけ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 、手前で、いけいけ、一瞬の切れた、手前で、いけいけ。ダメか、やっぱりコバのリッキーかね、強いですね。いい騎乗できたと思うんですけど届きませんでした。はい、うん、やっぱり強えわ、おめえ強えわ。さて本日のねメインイベント、ビクトリアマイル、ブルシーナ2番人気ですね。はい、このままねスタートダッシュあるんで、まあ、前行ってねスタートダッシュ出しの瞬間の反応出しのできれば4セント取りたいなっていうね、まあ、ライバルが1番人気ジェンティルさんですか。まあ久々のライバル対決ですねこれね。はい、ジェンティルさんにはもう何回もね土をつけてきたので、今回もねできるだけまあ早めに仕掛けてね、はい、行きましょう。4セント取りましょうね。レース、よし、まあ、瞬間のね4セント瞬間の反応を狙いましょう。うん、楽しみですね。はいはい、おいおい、ああ、よし、外枠行くしかねえよ。外枠でもね、オースト枠でも行くしかありません。うん、まあ、いけましたよね。もちろんね、はい。ちょっとすごい、飛び出しましたよ。まあ、5で行きましょうね。いつも通り。ブルシーナの大逃げは、ハミレベル5。もうね。思い切ってきますよ。はい。ジェンティルが、もうね、2番手来てるんでね。まあ、当然でしょうね。来てますね、やっぱり。行きましょう。溜めてるわけにはいきません。来たね、来たね、来たね。粘ってくれ、粘ってくれ。粘ってくれ、粘ってくれ。ちょっと持つでしょうか。ちょっと、東京の直線投げ、東京の直線高い。手前で。東京の直線高い。手前で。追い口で、ヘッピー腰で、なんとか、なんとか、よし。やりました。なんとか持ちましたね。ジェンティルさんには勝されなかった最強馬ビルシーナ。ジェンティルさんはビクトリアマイルってリアルで出ましたっけね。どうですかね。うん、まあ、31秒8か。まあ時計は意外と普通ですね。2番人気完勝でしたね。はい、最後ちょっとねまたへっぴり腰になってたんで、ちょっと追い口ねまた再特訓しないといけないかもしれませんね。はい、全然できてないなって。新人ジョッキーみたいになってるからね。まあというかちょっとリーディング情報見ておきましょうか。最近全然勝っててなかったんで詰まってると思うんですよね、リーディング情報ね。あ、でも入賞差で勝ってるんですね。はい、1位ですね。うん、よし。というわけで今回ね、これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。次回ね、オークスでラキシス乗りますね。はい。さよなら。バイバイ。